ベルホヤンスクの位置。北極海の沿海であるラプテフ海までの直線距離は3 6 0トルベルホヤンスクは、ロシア連邦極東のサハ共和国に位置する都市。サハ共和国の首都ヤクーツク市から、北北東へ6 7 5トル柳川河半の北極圏内に位置する。河口と空港を有し、毛皮取引とトナカイ飼育で知られる。 また、周辺には、鈴の鉱山が点在する。人口は1311人。かつて人口が多かった頃に調整が施行されたが、それ以降に人口が減少し続けたために、ロシア国内では人口の少ない街の一つとなっている。街の名は、ベルフト柳川に由来し、柳川の上流の街を意味する。ベルホヤンスクは、オイメアコンと並んで世界の観客と呼ばれ、 冬の寒さで世界的に知られている。市の歴史は1638年にコサックがこの地に住み着いたことによって始まった。1775年に町は柳川の砂岩に移った。また、この時に税制が確立された。1817年にはベルホヤンスクは調整を施行した。1860年代から1917年にかけてはこの地は 政治犯の流刑地であった。サハ共和国の領域、ベルホヤンスクは共和国中央部やや北寄りに位置する。ベルホヤンスクの位置は、北緯67度32分45秒統計133度23分13秒、北緯67.54583度統計133.38694度、 67.5458333.38694である。標高は137メートル。西に200キロメートル離れた南北に伸びるベルホヤンスク山脈と東に200キロメートル離れたチェルスキー山脈の間に柳川水系が広がる。柳川は全長872キロメートル、流域面積23万8千平方キロメートルの河川である。 ベルホヤンスクは柳川の支流に面した町として成立した。柳川の流れを制御しようという試みは始まっておらず、川は激しく蛇行し、流れの方向が変化していく。ベルホヤンスクは過去の川の流れに沿って形成されたため、現在の流れからは500メートルほど離れている。町は、 北北西から南南東に、長さ3 5トル、幅6 0 0ル程度の細い防水型に広がる。建物は南北に伸びる数本の道路に沿っている。個々の建物は孤立しており、換算とした印象を与える。ベルホヤンスク市の紋章、ベルホヤンスクは内陸盆地にあるため同じサハ共和国内のオイミアコンと並んで世界の観客と呼ばれ。 北半球で最も厳しい冬の寒さで知られている。玄関期の気温は氷点下50度以下まで下がる。観測史上最低気温は1885年と1892年に観測された氷点下67.8度である。一方、夏の気温は井戸の割には上がり、昼には摂氏30度以上にもなることがあり、気温の年角差が極めて大きい。 観測史上最高気温は摂氏38.0度であり、観測史上最低気温との開きは摂氏105.8度にもなる。2006年1月、氷点下66.7度が記録され、1885年と1892年の記録に迫る低温となった。この地域では冬にコールドレイクスと呼ばれる独特の気温低減が見られる。通常は、 標高が高くなるほど気温は下がるが、ベルホヤンスクでは逆に標高が高くなるほど気温が上がる。極東ロシアシベリア東部の大部分の他地域同様、ベルホヤンスクは、欠片の気候区分では暖体と気象気候に属する。3文字の記号では DWD となり、信用樹林気候の方でもある。2020年6月、気温が摂氏38.0度まで上昇した。 ありがとうございます。